ハッピーワールプロジェクトっていうのは、ルームブルームの地域貢献活動なんですね。で、ペイントができずに困っている、災害業に対しまして、ペイントすることで少しでも明るく、幸せな気持ちを届けたいという、そういった思いから生まれたプロジェクトです。この活動は、ただ単にペイントをするっていうイベントっていう意味合いだけじゃなくて、学校の先生であるとか PTA であるとか、それから地域の皆様と一緒になって連携をして一つのことを作るというようなことをやっています。実際こういう場に来させていただいたのは今回初めてなんだけれども、本当に近くにすごくそういう企業っていうか日本ペイントがあってね、子どもたちに色とかもね、そういう勉強をしたりとかっていうのを聞いてね、一段とまた素晴らしい取り組みをされてるんだなっていうことを地域と PTA 含めての学校の取り組みというもので、あと企業の関係もですね、でも3人体どころか4人体、5人体ということで、なんかみんなが楽しくね参加できるプロジェクトでよかったなととても満足しております。そうですね、まず、2つに分かります。1つは、色の授業というのを行いました。もう一つは実際に教室の隠し壁、この下の壁なんですけれども、ここを6年生の生徒60人ともいるということを学びました。すごく楽しみにしてて、子どもたちはこの、企画プロジェクト自体をすごく楽しみにしてたので、今日どんなことできるかなというところで、で実際に塗ってみて楽しいだけじゃないっていうことはすごく分かってくれたかなと思います。一つの仕事にはすごくいろんな人が関わっていて、でその中で自分の役割っていうのはどんな役割があるのかとか、でまた自分が塗った壁が人にどんな風に思ってもらえるかとか、そのためにどんな工夫をしなければならないのかとか、そういったことをすごく子どもは感じてくれたのかなというふうに思ってます。難しかったけど、いろんな人が支えてやってくれたので楽しくできました。自分たちで頑張って塗った色が後輩たちに受け継がれると思ったら、すごいもう嬉しいなって思いました。こういう機会ってないと思うんですけども、本当に貴重な体験をさせてもらったなって、必ず何かに生かされるからいいなっていうのは思います。すごく素晴らしい企画だったと思います。子どもたち6年生はもう少なくとも自己肯定感がそれぞれ上がったんじゃないかなというふうに思っていますし、また、次のバトンを後輩に渡すという意味でもいい形であったと思います。そしてまた多くの斜めの関係の大人の方々の支援は非常に子どもたちにとっては宝物に今後なるだろうと、いつかどこかで思い出して自分が人の役に立つような大人になってもらいたいというふうに思っています。今回この伊勢津小学校の方で初めて西日本の方で行ったんですけれども、今後もっと、他の地域とか他の場所でもどんどん活動していきたいな。